佐野日本大学高等学校は、栃木県佐野市、石塚町にある、日本大学純附属の私立高等学校。略称は、佐野日大、スケビなど。本校は、日本大学純附属の高等学校である。佐野市を中心とする朝地域の地元市町村による、誘致に、日本大学が応える形で設置された。校訓には、文武両道、指定道校、 自主創造を掲げ、人づくりの佐野日大をモットーにしている。2004年には、栃木県に英語スピーチコンテストで優勝者を出す。2006年から、文部科学省より、理系教育に重点を置く、スーパーサイエンスハイスクールに指定された。学校生活の生徒の態度が悪いあるいは善行が認められた場合、E シートが発行される。佐野市は、両毛線。 東部佐野線が交差する交通の要衝でもあることから、北関東三県や埼玉県からの通学者が多い。2021年4月現在で創生徒数、約240人。教職員数、約263名。足利工業大学附属高校と共に、埼玉県内の中学校で出張入試を行っている。佐野駅から15分。 吉水駅から7分、足利駅、足利市駅から25分、清和駅から25分。平成20年度より、立林駅、小山駅、大田駅、栃木駅からもスクールバスを運行するようになった。スクールバスは一部関東自動車への委託による運行である。佐野駅から20から30分、富田駅から30分、吉水駅から15分。 佐野日本大学短期大学、佐野日本大学中等教育学校、姉妹法人に、社会福祉法人桜和会がある。ありがとうございます。